ちは。こんにちは。今日もくん。お願いします。あのさ、はい、勝負事ってさ、はい、どう考える？まあどう考えるって漠然とした質問かもわからないけど、そうですね、はい、勝負って大胆さと細心さが必要じゃない？はい、あ、はい、わかる。それは、はいはいはい。で、大胆さってどう考える？人があんまり、なんていうんですかね、やらないことをやるみたいな感覚ですかね、うん、大胆さね、はい、それはまあ意表をつくとか、まあ、そういう勝負に対してはその、はいはい、奇襲だとかさ、あ、そうです、まあそういうことでしょ、はい、ね、大胆さって、はい、あ、大胆にこんな作戦を取ってくるかって。で、細心さってどう思う？細心さ、なんか聞いたら守りって感じですね。うん、なんかこと細かに配慮するみたいな感じでしょ、はいはい、そのゲームがさ、はい、今日何日だ？30日か、はい、31です。31か、はい、30日のさ、はい、阪神巨人戦でモロ出たんだよ。おお。で、同じ7回でさ、はい、阪神はピンチの時に坂本だったんだよ、打席がね。おお、はいはい。で、高橋という左ピッチャーだったんだよ、はい、で、次が丸、はい、その時に坂本に対して一応勝負に行くんだよね。おお。ボールに手を出してもいいようなボールで攻めろみたいな。はいはい。だから低めを丁寧についていくって、はい、で、3球ボールになった時点で申告敬遠したんだよ。おお。で、丸と勝負に行った。はい。で、丸に打たれるはいね、はい。で、勝ち越し戦だと1-1からだったんだ。ああ、なるほど。で、その裏同じようなシチュエーションで、はい、田口が投げた。はい、ね、で、外国人を迎えて原監督がベンチから出てきたんだよ、はい、で、何すんのかなって。そしたら、はい、いろいろ説明をしてその外国人を申告敬遠した、はい、で、次の糸原、左ピッチャーに、はい、まあ、田口対あの糸原、左対左、高橋と丸、左対左っていう勝負をお互いに選んでいくわけなんだけど、はい、で、糸原は打ち取ったんだよ。確かに坂本丸と、ね、はい、その外国人と糸原では、はい、まあ、力量は確かにちょっと違うっちゃ違うけど、はい、でも申告敬遠の仕方っていうのがさ、俺は明暗を分けた感じがするんだよ。なるほど。でも、はい、逆に言えば坂本丸を迎えた時に、はい、申告敬遠をなぜ簡単にしなかったかということ。だ、3球な、例えば100球投げるに対して、はい、1球ごとこうメモリがね、メモリにすれば、メモリがこう減っていくとすれば、はい、この3球もかなり減るわけじゃない。確かに。だって神経使うから。そうですね。いや、そしたらもう鼻から、はい、左対右の勝負を避けて、次は丸だったら丸にもう勝負に行くっていう風に潔く勝負をさせてやった方が、はい、俺はその3球の神経の使い方が無駄だったと思う。ああ、なるほどね。だからそういうことが細心の注意を払ったのが原監督なんだよ。で、原監督が、ま、わざわざマウンドに行って申告敬遠はもうする、はい、次の糸原にどうやって攻める、どういう精神で攻めるかっていうことも言ってベンチに帰ったと思うんだよ。ああ、なるほど、ね、だからそこら辺のね、勝負の細やかさ、はい、そういうものが俺はあの一戦は勝敗を分けたって。おー。だからこのたかが3球だけどもさ、はい、ピッチャーはやっぱ坂本にも打たれたくない、丸にも打たれたくないわけじゃない。そうですね。じゃあ2人と対峙するよりも、はい、もう1人はほっといて、はい、丸に全力にその3球も含めて行った方が、はい、俺は違った結果が出たような気がするんだよ。ああ、なるほど、ね、だから俺ってやっぱ勝負ってそんなもんだと思うんだよ。いや、だから昨日の阪神巨人戦を見てて、はい、ああ面白いなと思った。やっぱこう原監督って、はい、ああやっぱ3回監督やるだけのことがあって。ああ、なるほど。まあ、矢野監督は今年初めてじゃない、はい、監督と業とすれば、はい、まあ、2軍ではやってたけど、なんかそういう差がやっぱり監督として出た場面だったかなって思うよね、はい、ああ、なるほどなるほど。だからすごい面白かった昨日は。で、はい、勝負事ってさ、はい、まあ、大胆三振と
勢いとかあるじゃない、はい、よくあ勢いが出てきましたねって、はい、これを言葉にしたら何だと思う。勢い、言葉にしたら勢いが出てきましたねって、はい、ただ勢いが出てきましたねじゃ分かんないじゃない。それは、はい、なんで勢いが出てきたと思う。空振りが取れるようになったからやっぱね、はい、時間なんだよ。ああ時間、時間だから勢いが出てきましたねってパン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 って点取る時ってあるじゃん、はい、あの時って時間がかかってないんだよ。ああなるほどね。例えば、はい、例えばよ、こうじっくりじっくりって満塁を作りました、はい、バーンとホームラン打ちました、はい、あ満塁ホームラン4点入りましたじゃなくて、はい、4点の取り方でもホームラン絡まない時って、はい、やっぱ時間がものすごく短く、あだから入り球とか初球とかパン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 もうミスショットなく打ってくるんだよ。だから勢いが出てきたっていうことは、はい、やっぱ時間っていうふうに考えとけ。なるほどね、時間がかからないっていう、これ勢いが出てきたって。そしたら逆に守り側はどうしたらいいと思う。勢いを止めるために、うん、タイム、タイムも一つあるな、はい、あのベンチから出ていくとか、はいはいはい、それとかストライクを揃えないということだよね。ああなるほど。完全にボールから入るとかさ、はい、そういうことで勝負事っていうのは駆け引きが出てるできてきてるんだよ。だそれをさ、はい、最近あんまり見れることがない。うん、だ勢いのまま取られたりだとか、はい、勢いのまま点を失ったりだとか、そういう駆け引きっていうものが、はい、あんまり感じられないんだよね。あなるほどね。あ点取られちゃったわ、はいね、点取ったわって、次はあって、はい、あまた勢い出てきたわ、あパンパンパン点取ったわ、はい、それじゃあさ、やっぱつまんないじゃない。だから勝負っていうのは大胆なこと、最新なこと、まあ奇襲だよね、はい、で最新、注意、はい、いかにこの勝負を勝ち取るための戦略が必要か、はい、奇襲、戦略、時間なんだ。おこの3つの構成でできてるって俺は思ってるんだよ。なるほど、かっこいいっすねそれ。いや本当にだからこの3つを意識して戦える人間っていうのが、はい、今は12球団では原監督だと思う。だから強いっていう。だから、はい、確かにさ、はい、やっぱ丸もここに来てやっぱ2年連続、はい、MVP 取ってる人間だけあって、はい、勝負どころで打つよな。やっぱしっかりしてますね。満塁ホームランを打つ、決勝タイムリー打つ、はい、それはもう大したもんだけどさ。だけど一人の人間じゃ勝てない、はい、やっぱそのチームを束ねね、それを戦う集団に持っていかなきゃいけない、はい、その中に奇襲ね、はい、奇襲と何だったっけあ奇襲と戦略と時間、戦略ね、はい、うん、ね、これがやっぱりこう3つ揃わないと、はい、やっぱ勝負事って勝てないよ、はい、だからそういうことを意識してこのなんていうのクライマックスシリーズに向かってるチームを見たときに、それができてるチームが確実に上に行くっていうふうに俺は思った。ね、はい、いやだからそういうプロ野球の見方をしてもらえるとより楽しいと思う。なるほど、まあ、違った見方ができるという、まあ、違ったってやっぱ勝負の見方だよね、はい、だから柔道でも剣道でもそうだよ、はいはい、柔剣道でもそう。やっぱここは攻め時なのか、はい、ここは守る時なのか、いろいろあるから、ここは向こうが弱ってると思ったら一気に行くのか、はい、勢いで。ではそういう勝負の見方をすれば、はい、すごく楽しいと。まあただ応援してるのも楽しいけども、はい、ね、勝負が好きな人はそういう見方をしてくれるとすごく楽しくなってくるとね、はい、はい、まあそういうことで、今日は勝負に対してちょっとお話ししましたけども、そういう見方をしてくださいね。よろしくお願いします。お願いいたします。